さあどうも皆さんこんにちは、しげねるよ。今日は私がここ最近買ったお気に入りのお洋服ちゃんたちを紹介していくわ。仕事中に見てる方も、朝通勤に見てる方、初心者の方も見てくれてありがとう、愛してるわ。ということで早速やっていきたいんだけれども、どうやら先ほどねペヤング食べようとした時に湯切りに失敗しちゃって、ちょっと意気消沈してるからうまく話せるかわからないけれども、そのペヤングはきっと東京の川に流れ、お魚ちゃんたちがちゃんと食べてくれてる。食物連鎖を感じるわ。人生一つも無駄なことはないの。だから前向きにやっていける。心の中にそういう時は IKKO さんを買うことに決めていて、何か嫌なことを言われたり、先輩になんかうるせえなんていうことを言われた時には、どんだけって心の中で唱えることにしてるの。そうすると生活がとっても楽になるわ。ということで早速いきたいと思うわ、はあ、動画始まるわよ。さあまずトップバッターはこちら、ファイナルアーカイブからスキッパーニットのご紹介です。はい、来ました。第1弾、僕のこよなく愛するファイナルアーカイブからスキッパーニットダニエル S。 めちゃくちゃ渋い、かっこいいですね。カラーはキャメルカラー、このねブラウンがいいですね。うん、お値段は46,200円、サイズは M となっております。ファイナルアーカイブはですね、本当に素材にこだわりまくっていて、その触っていただくとね非常によくわかるんですけれども、こちらもスーパー120というね細いウールを丁寧に丁寧にね、目を詰まらせて細かく織り上げていて、すごいね伸縮性もあって、触ると柔らかいんですけれど滑らか、なんかドゥルンとした感じの、特徴的なねウールのニットなんですね。ファイナルアーカイブはね本当に、このサイジングシルエットももちろんそうなんですけどね、素材が特に本当に秀逸でかっこいいんですよね。大人の着る本当に上質なラフな、お洋服という感じで、かっこよさを前面に出しているというよりは、このラフさ、究極の上質のラフさがやっぱりね着ていてかっこいいので、いやこれはねまたいいアイテムを手に入れてしまいましたね。ややねこうボックス型のシルエットがファイナルアーカイブのこういうニットとかは特徴的なんですけれども、ちょっとね、身幅は広めなんですけれども、この丈がちょっと短めに設定されているボックス型で、ちょっとルーズなシルエットですね。着ていてねとにかく気持ちよくて、それがね最高にこう嬉しいんですよね。こちらカラーはね、黒もありまして、ただルックで、黒人の方がねこのブラウンの着ていてめちゃくちゃねイケてるんですよね。毎度のことながらね、あのルック写真がねめっちゃかっこよくて、何回も説明してるんですけども、コナミ二郎さんっていうね、写真家の方が、ルックを毎回撮影してるんですけども、その雰囲気がねバチバチにかっこいいんですよ。ほんとねストリートのあの雰囲気はねコナミさんにしか撮れない。そこにねバイナルアーカイブの洋服がね交わると、本当にイケてる世界観が出ていてめちゃくちゃかっこよかったですね。それで、ママとね買ってしまったんですけれども、もうね2度ほど着てるんですが、すごいね着心地よくてめちゃくちゃ気に入っています。はい、ファイナルアーカイブはねもうここ僕の YouTube では3年ぐらい前からずっと紹介してるんですけれども、いや非常にいいものづくりをしていて、なかなかねこの買える店舗が少なくて、それがね皆さんあのコメントでどこで買えるんですかっていうのをよく聞かれるんですが、そうなんですよね、あんまり売ってるところがないので、やっぱり通販とかがメインになっちゃうんで、このサイズ感とかがね結構分かりづらいんですけれども、先ほども言った通り丈感がねちょっと短めですね。はい、それが特徴的でボックス型のシルエットなので、その辺を覚えていただけると、購入しやすいかなと、まあ、とにかくこう寄ってみていただいて、こうあー伝われー、この触っ
っていただきたいんですけれどもね、この上質なウール、細かくね、細かく柔らかく作られているんですね。すごくないですか。綺麗な仕事をいたします。で、素材だけで本当にあのデザイナーさんの方もね、よくおっしゃられるんですけれども、素材の原価がね、本当にとんで毎度とんでもなかったらしくて、これも毎回話してるんですけど、ゴアテックス、ああいう素材と本当に引けを取らないぐらいちょっとね、めんどくさいことをしているらしいんですね。でもそれがね、着るとこう伝わってきます。はい、こう肌に、触れた時にね、肌が喜んでいるような、そんなね、究極の着心地を、体験できるバイナルアーカイブ、ぜひね、今だと H ビューティー&ユースとかシップスとかで確か取り扱いが、アローズとかでもね、確かたまにあったりとかするので、ぜひね、手に取ってみてください。恵比寿、代官山と恵比寿の間に、あの、ソルト&ペッパーというね、バイナルアーカイブの、別ラインで、いろいろ T シャツだったりグッズを作っているね、ブランドがあるんですけれども、そこが一応事務所になっていて、そこでもね、あの、数点、こう、アイテムが最近置かれるようになったらしくて、そこでもね、多分手に取って見ていただけると思うので、ぜひね、手に取って、試してみてください。さあ、ちょっとね、着てみたいと思います。ほっ、さあ、着てみた感じは、こんな感じなんですけれども、こういうね、黒いパンツと合わせて、大人の、こう、上質な、ラフなストリートルック、の完成といったところでしょうか。めちゃめちゃかっこいいよね。今日着てるボーダー意外と合うな。うん。まあ、白 T とか黒 T とかで、あとグレーとかでもいいかね。グレーの T シャツとか、ちょっと合わせて見せるだけでもすごくいい感じです。最近はこのブラウンに、下もブラウンっていうのを、僕は最近やるんですけれども、黒とかでもね、全然いいね。あとは白の、もうちょっとストリートっぽくしたかったら白いディッキーズとか、ね、そういうので、合わせても良さそうですよね、うん、めちゃめちゃ着心地よくて気持ちいいです、はい、ということで、トップバッターはバイナルアーカイブからダニエルちゃんでした。さあ、続きまして、こちら白 T のご紹介です、こちらの白 T、 ただの白 T じゃござーせん。アプレッセのライトウェイト T シャツのホワイト、サイズが4番XL 相当のものになります。おー、ピーキーねー、悪さをしようとしている。で、こちらのアプレッセの、T シャツはですね、スビンコットン、あの、使用していて、今僕着ているグラフペーパーの T シャツもこれスビンコットンを使用してるんですけど、結構高級なね、コットンでして、それをね、使っております。あの、着てみるとね、肌触りが良くて、それでいてドライタッチなんで、日本のね、この湿気の多い季節にはね、かなり着心地よく、着れるのが特徴的ですね。まあ、形はあのアプレッセがね、よく打ち出しているアメリカンのね、ちょっと古着の雰囲気ですので、アメリカンのアンダーウェアに似ていますね。なので、チノパンとか、デニムとか非常にね、そういうのによく合うようなね、形になっております。で、またシャツのね、この襟元開いた時に見えるこのクルーのね、開き具合もね、計算されたシルエットにね、設計されていて、かなり美しいですね。で、普段愛用しているね、こちらのヘインズの B50、 最近またね、楽天で購入したんですけども、2枚入っていて2500円とかなりお得で、ビーフなのでかなりね、タフな作りになっています。で、シャツとかね、合わせた時にはね、やっぱりね、もう一声欲しいなとずっと思ってたんですけども、どんな T シャツ着ていいのかがそれこそ分かんなかったので、アプレッセのね、あの、ルックを見た時に、こう、白シャツに合わせてるこのアンダーウェアの雰囲気がすごく良くて、それをちょっと今回試してみようかなということで、今回こちらを購入してみました。いやー、めちゃくちゃいい感じです。で、こちらオンラインでね、探して購入したんですけれども、サイズ 4XL がね、全く売ってなくて、なんか意外とこの T シャツ人気らしいので、次のシーズンにもね、また毎年多分出てると思うので、ちょっと見てみるといいと思います。あの、究極のね、 T シャツ探してる方はぜひぜひおすすめです。はい、ということで、2番手はアプレッセのライトウェイト T シャツでした。さあ、3つ目はこちら、マーティー&サンズからチープチノパンのご紹介です。いやー、非常に赤いです通常の4倍赤い、シャー専用かなって思うぐらい赤いんで、街にこれを着て出ていくとかなり見られます。
なんかスターが来たんじゃないかなって思うぐらいね、目を引くこの赤いチノパンなんですけれども、マーティーといえばね、やっぱチノパン、オレチノが、有名でして、こちらはね、新しいチノパン、チープチノですね。でこのね、チノパンのコンセプトがめちゃくちゃ面白くて、古着屋さんに転がっている、休みへする謎のチノパンというね謎のコンセプト。いやでもなんか言ってることは非常によくわかる。最近の高級のチノパンですと、もっとねこう張り感あって、形とかねすごいバシッと綺麗なんですけれども、こう柔らかくてね、ちょっとこう安っぽく一見見える。で色もね結構しっかり赤い、うん、古着屋さんに本当にありそうですよね。これな、どこのチノパンだみたいな。でアメリカンのチノパンをね、意識して結構太めに作られています。この腰回りのところ、ウエスト周りはね、まあ、マーティっぽい、ディティールがね、施されておりますね。まあ、休みへするものを手作業で作るっていう、まあ、なんかこう矛盾してるというか、ちぐはぐなねコンセプトのこのチノパンなんですけどもね、なんかね愛しいですね。とにかくねこの赤さがいいなと思って、赤いパンツを探してたんですよ。で赤いパンツってね意外とないんですよ。で女性の赤パンツに白 T とか赤パンツにこうボーダーとかってよくね女性の方はよく着てると思うんですけど、男性意外とそういうスタイル街中で見ないなと思って、まあ、やってるのはイタリア人がクブタケで革靴にシャツインみたいな、ちょっとねやりたいこととは違ったんですよね。で探してたんですけども全然出てこなくて、出てくるとしたらディッキーズとかのもっとはっきり濃い赤で、ワークスタイルというかストリートスタイルのそういうチノパン出てくるんですけども、もうちょっとこういうきれいめなね感じとか出てこなくて、これを見つけた時にこいつだ来たって思ったんですが、どうやらめちゃくちゃ人気らしくて全然売ってなかったんですよ。どこ見てもこの赤がね完売、あとベージュとブルーがあったかな、3色ぐらい展開があったんですけども、赤はねほとんど売ってなくて、もうね決死になって探したんですけれども、なんとねメルカリで購入することができました。ほぼ定価で買えて、僕が探していたサイズ3番かで買えたのでめちゃくちゃラッキーでしたね。メルカリ、ラクマなど見てもねほとんど、出品してないので、なんかこうタイミングが良かったんでしょうね、引き寄せたなという感じがします。でめちゃくちゃね買って良かったですね。これに上はナイスネスの鳥柄のね、総柄のシャツ合わせたりとかして、ちょっとこのヒッピーというか、ロックっぽいというかね、そういう感じで合わせるのがね、かっこいいなと。まあ、色があるから非常にこう、なんか着た時に、パンツで下が赤っていうのは結構ね、今までなかったので、すごいテンション上がるんですよね。わかりやすく人間ってこんなテンション上がるんだなと思って、楽しくね、着ています。これを着てサロンワークしていると、一回お客様にこう、会いに行った時に挨拶するんですけれども、こんにちはって言うと、一回みんな、お、え?って、え?なんか来た?っていう風に、なんかスターが来たみたいな風に見られるんですけれどもね、その反応含めて結構ね、面白いやつですね。はい。ちょっと着てみます。履いてみるとこんな感じですね。脱げました。めちゃくちゃかっこいい。よくないですかこれめっちゃいいよね。いやこの赤パン元ネタはナイスネスの、この間前の1個前のルックなんですけれど、女性の方がねこの赤いパンツに赤いチノに上黒いブルゾン、まあ、ジャケットみたいなの合わせてて、まあ、スカーフ巻いてたんですけど、非常にエレガントでかっこいいなと思って、そのナイスネスのパンツはですね結構テーパードかかってて、それこそクブタケみたいな感じでちょっと似合わなかったので、それの別のものを探してたらマーティーでなんと出ていると。いやこれはね非常にかっこいいんですよね。うん。で上に合わせるものがね結構難しくて、今はこちらですね、この鳥柄の総柄のシャツを合わせたりとかしてるんですけれども、なんかねいい着こなしあったら教えてほしいですねちょっとまだ着こなせてない感は否めないので、これからねちょっとこれを研究していきたいなと思ってるんですが、めっちゃかっこいいです。はい。やっぱねマーティーのチノパンはいいね。うん。
その休みにするっていうコンセプトなんですけれども、履いてみるとね、まあ当たり前なんですが全然安っぽくないんですよ。素材感とかこの作業がね細かいので、めちゃくちゃ質のいいチノパンに見えます。うん、いやこれは買ってよかったですね。3つ目はマーティー&サンズのチープチノでした。さあ最後のアイテムはこちらになります。アプレッセのワイドテーパードトラウザー、またまた来ました、僕たちのアプレッセ。いやーめちゃめちゃかっこいいですね、この佇まい。このねトラウザーずーっと欲しくて、あのルックを見た時にね、もう一番欲しかったんですよね、このトラウザー。定番のねトラウザーの形なんですけれども、素材にウールが70でカシミヤが30ですかね。いや非常に贅沢な作りで、普通のねトラウザーよりもね、やっぱりこのカシミヤがちょっと入ってるだけで、あピキの毛がたくさんついてる。いや近くで見るとね、めちゃくちゃ質がいいんですよね。すっごい綺麗なツヤ感が出ていて、いやエレガントでめちゃくちゃかっこいいです。でこれはオンラインで購入しまして、お値段がなんと66,000円、非常に高級です。サイズは3番ですね。もう一色、ネイビーがあるんですけれども、こちらのチャコールのカラーを購入いたしました。ルックではですね、こいつを履いて、コンバース合わせて上にね、白シャツに中はさっき紹介した、白 T を合わせていて、非常にねかっこいいんですよ。うん、あれを見てね購入を決めました。アンドフィブというねオンラインサイトで、購入したんですけれども、3番がこれもねまた全然なくて、めちゃくちゃ人気でしたね。まあ、アプレッセのアイテム最近オンラインで速乾ですよね。うん、あの37万ぐらいする革のねジャケットとかも完売してましたよねいや最近値段がバグってるアプレッセはただね、ものづくり非常に丁寧にしていて、まあ、6万円となかなか高いパンツなんですけれども、いやそれに見合ったね、質のパンツですね。ちょっとこれ履いてみたいと思います。さあ履いてみるとこんな感じで、めちゃくちゃ綺麗です。すごい美しいシルエット、そしてこの素材感が、高級感が半端ない。ルックに倣ってね、こう白シャツタックインの白 T で合わせてみると、いやめちゃくちゃいい感じです。これ本当はね華奢なゴールドのバックルのベルト探してるんですけれども、ユッカスとかで5万円ぐらいとかで、ね、あったかな。ユッカスのベルト欲しいんですよ。いや高いんで、あのフォルメとかでもゴールドでいい感じになったので買おうかなと思ってるんですが、いいのね知ってる方もしよかったら教えてください、お願いします。いやめちゃくちゃいい感じです。ちょっと、ま、昔のねこう古着のスタイルを現代版にアップデートして綺麗にしたっていう感じの着こなしですね今回は。それにこのトラウザーがねめちゃくちゃいい感じです。うん、今日着ていたねチノパンも実はあれアプレッセのものなんですけれども、確か2年前ぐらいに購入したかな。うん、ちょうど人気になってきた時ぐらいに買ったものなんですけれども、あの古着がベースになってるので、ワードローブに1個入ってるとなんか流行り廃りがないのでずっと使えるというか、それがねやっぱアプレッセのいいところですね。このトラウザーもあの結構シンプルで、あの昔の古着屋さんとかにね普通に置いてありそうな形なんですけれども、まあ、素材感とかあのちょっとした細かいディティールがねあの今風にアップデートされてるので、これもね長く使えそうですね。逆にあのマーティーの赤いパンツとかはね、あの形というよりは色で秋が来そうな気はしますけれども、楽しませていただきたいと思います。はい、はい、ということで4つ目はアプレッセのトラウザーでした。はい、ということで今回は最近購入したお気に入りの洋服ちゃんたちを4点紹介させていただいたんですけども、参考になりましたでしょうか。美容室に行くよりねお客様たちともよく話すんですけれども、最近何買いましたって言うとみんなねよくわかんねえともう何買っていいかわかんないって。確かにな、服好きはいろいろ見すぎて楽しい反面、秋冬はね本当に迷いますね。
コート買おうかな、ニット買おうかな、レザーもいいな、あれもいいなとか言ってるうちにどん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 こうデリバリーが進んでって、売り切れ売り切れと。で、慌てて購入するのもね怖いし、目を磨かないといけないなと思います。ということで、今回の動画が参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。次の動画でもお会いしましょう。それでは良い一日を。ありがとうございました。